どうも、ハンサムクロジです。今日はですね、セブンイレブンの美味しそうな可愛いスイーツを買ってきたので、それを食べたいと思います。最近発売されたやつみたいです。ちょっとまだハロウィンなんですよね、一応ね。まだっていうか、始まってもないんですけど、もうずっとなんかハロウィン気分ですよね。そのハロウィンをイメージした可愛いケーキ売ってました。こちら。ババン。黒猫チョコケーキ。328円。そして、かぼちゃとチョコのケーキ328円。かわいいどっちもかわいい。もうほんとどっちもかわいいですね。奇跡的にローソンで最近お化け の, あのケーキ売ってるんですけど、あれがまだねかわいくなくてなんかね目が伸びちゃってるんですね、カタツムリみたいにそれで食べましょう。かぼちゃのムースとチョコムースとチョコクッキーとココアスポンジ。これ開ける時が結構緊張するんですよ。なんでかっていうと、思いっきりやった結果こう蓋の縁が顔にかかってね、この子ガバーってなっちゃったら悲しいから、なんと思ったら言わんこっちゃない、こういうことになりますから超悲しい。ちょっと黒猫チョコケーキも開けちゃいます。あ、よかった、うまくいきました。あ、見てこれかわいいですね。僕が擦っちゃったんで怪我しちゃいました。いいですね、この口もいいですね。この子から帽子から先にいただきます。うん、抹茶チョコだ、多分抹茶チョコ違うか、まあ、チョコですで口、うん、あ、結構ビターなチョコで美味しいですね。すくってみましょうか。かわいそうなんで背中から食べましょう。もうお化けだって思うとあんまりこうかわいそう感ないな。よいしょ、あー、じゃじゃーん、うわー、おいしそう、層になってる、結構きれいに層になってます。いただきます。あ、おいしい。うん、あ、でもかぼだな、しっかりかぼちゃの味しますね。なんだこれ、なんか真ん中にクッキーか、デカめのクッキー層があります。うん、ザクザク食べちゃった。中はチョコムースで、外側がかぼちゃのクリームなんですけど、かぼちゃの味はしっかりしてチョコの苦味もあってすっきりと食べられましたね。真ん中の方にクッキーのザクザクとした食感もあったりして美味しかった。これ8か、まあこれ7ハンサムですね。でも美味しい、かわいいっす。次、こちら黒猫です。なんか隣のトトロとかジブリに出てきそうなデザインですね。チョコムース、チョコクッキー、ココアスポンジってことだね。まあ中は一緒です。かぼちゃが苦手な人はこっちの方がいいかもしれない。いい匂い。あ、硬いよ、これ硬い。パキッといきます。うわ、いけました。こういう感じになってます。いただきます。うん、うまっ。これうまいわ。耳はチョコクリームですね。目いきます。失礼、ホワイトチョコ、おいしかった。これは8ハンサムですね。チョコ好きなんで最高ですかぼちゃの方と同様、中の方のクッキーがザクザクしてるのも美味しいし、チョコムースとねチョココーティングもしっかりしてて可愛いし最高です。見た目が可愛いのがやっぱポイント高いですねただもうほんと蓋開ける時だけ本当に気をつけた方がいいです。これガバッとなって顔がこうガバッと並ぶわけですよ。ガバッて、そこだけほんとクリアしていただきたいなと常日頃から思ってます。ボトルキャップ風にとかできないですかね、こうくる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 っとポイント取れたりとかね。はい、というわけで可愛いデザインのケーキ2つ食べました。おすすめは黒猫です。僕黒猫、まあ猫も好きですし、チョコも好きなんでも最高でしたね。気になる方はぜひ食べてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで以上、ハンサムクロジでした。バイバイ